新快速電車。名古屋地区にも設定されているけど、ここでは関西地区に限るのだ。そうです。ここでは JR 西日本の新快速電車に使われた歴代の車両を見ていきます。関西の新快速は大阪万博が終わった後の1970年10月に運転を開始しました。それから50年以上、関西人の足として大活躍しています。 最初の車両は113系この写真は半和線の新快速だけど東海道・山陽線で新快速が走り始めた時の車両が1 1 3系なのだ車体カラーは湘南色青とクリームの横須賀線色もあったのだ最初の新快速は日中だけの1時間おきとても不便な列車だったようです使えないのだ 1972年に投入されたのは153系急行型なのだ贅沢なのだタイヤも大幅に充実して日中15分おきになりました大阪京都間が30分を切るなど本気モードになっています低半電車阪急電車も真っ青なのだ新快速の運用は古い急行型車両にはハードだったので 痛みの激しくなった153系の代わりに165系が補充されましたかわいそうなのだついに出ました新快速用の新設計車両117系転換クロスシート装備で空気バネ台車など特急車両にも引けを取らない銀行型電車になりました 1980年に登場したよ2000年以降は新快速の運用から離脱し湖西線山陰線山陽線などで活躍しましたが2023年に定期運用が終了しましたウエストエクスプレス銀河に生まれ変わったのだ1989年 JR になってから初めて。 新快速に投入された系です新快速のサインを掲げてる写真がなかったのでこれは快速なのだ阪神・淡路大震災の年1995年に登場した223系復興を力づけるように東海道・山陽線を駆け抜けました。 後に最高速度も130キロに上がったのだ2010年には2 2 5系が登場しました2023年も増備が続いていますが当分2 2 3系を置き換えることはない模様です AC とももっと増えれば必ず座れて楽ちんなのだこれは5 2系 戦前に走っていた料金不要の急行電車に充当された電車だよ昔の新快速ということで番外としておきます